人の目が気になる。人前で緊張する。人の視線が怖い。こういった気持ちは多くの人が経験すると思います。かつての僕はこれらの気持ちがあまりにも強すぎて、重度の対人恐怖症にまでなりました。人の目を気にしすぎるあまり、人間関係でめちゃくちゃ疲れてしまう。人の視線が怖くて、人と話していても過剰に緊張してしまう。これ今は社交不安症とも言いますが、僕はこれで4年間苦しみました。そして僕は19歳の時に心理学のある手法を知り、 対人恐怖症、社交不安症を克服することができたんです。この動画ではどのような手法をどのように使えば対人緊張や視線恐怖を克服することができるのか、それをお話し,します。最後まで聞いていただくと人の目を気にしすぎることなく人間関係を自然に楽しめるようになる、そのための具体的な方法を知ることができます。では僕がライブの中であらかじめ送られてきたご質問に答える場面を見ていただこうと思います。 何かを書くときに人に見られていると手が震えてしまう。これを処刑と言いますが、それで悩んでおられる方のご質問に僕が答えた動画です。先生は対人恐怖症を克服されてますが、私は受付等で記入するときに手が震えて書けないときがあります。なるほど。見られていると思うと余計にです。また、緊張しないようにと思うと頭の中は真っ白です。 逃げ出したくなりますが、そうもいかず怖くなります。なんとか克服したいと、病院も行ったり、本も読みましたが、変わりませんでした。自己重要をしていくことで少しでも変わっていくんでしょうかはい、あのー、処刑ですよね、えー。このご質問者の方も、このご自分に起きていることを、まあ、処刑と言うんだってことをご存知かどうかわかりませんが、えー、こんな風に人から見られたり、誰かに注目されていると、手が震えてね、何かを書こうとしても手がめちゃくちゃ震えちゃう。あるいはそれで書けなくなっちゃう。これを処刑と言います。 なので、そういう悩みを持っておられる方は、かなりいらっしゃいますよってことをまずお伝えしたいですね。はい。あの、処刑で悩んでいらっしゃる方は少なくないです。まあ、処刑と似たものとしてよく言われるのは、あの、赤面恐怖とかもそうですね。赤面恐怖も自分が人から見られてると思うと、顔が赤面してきちゃう。 赤面したくないと思えば思うほど緊張して赤面しちゃうという、これが赤面恐怖というやつですね。まあそれに類似するものとしては赤面恐怖とか、あと僕の場合はですね、対人恐怖症時代、顔が引きつるんですよ、僕の場合。赤面恐怖の人とは大体人前で話したりするときに人から見られてると思うと顔が赤面しちゃうってやつなんですけど、僕はそんな人前と言わず友達と一対一で喋ってる時も、 僕の顔を見られてると思うと顔が引きつってくるんですね。で、この処刑も、赤面恐怖も、顔の引きつりもみんなそうなんですけど、それを緩めようとすればするほど、ね、震えないようにしよう、赤面しないようにしよう、引きつらないようにしようとすればするほど緊張して余計引きつっちゃう。余計震えちゃうというね。だからなかなか辛いですよね。で、それに対して、そうですね。僕は森田療法という方法で克服しました。なので、この方ご質問としてね。 色々努力されたけど変わりませんできっといろいろ頑張られてね、もう本も読んで、病院も行って、いろいろやったにもかかわらず、自分の悩みは相変わらずじゃないかってことで、たくさんがっかりされたと思いますし、いっぱいこの現状に失望されたんじゃないかと思います。そしてその中から出てきたご質問ですね。少しでも変わっていくんでしょうかっていう、もう本当に心の内から出てきた切なる問いだと思います。で僕がこ、まあ、この方ににね少しししででも変わっっててていいくんでしょうかっていうかとに対して自信を って言えることとは、人は人変わりますすよってここですね。これは今から2500年前にインドのブッダがですね、悟りを得たと言われてますが、そのブッダの悟りの重要なものの一つがですね、諸行無常というやつですね。すべてのものは変わっていく、変化していく。常なるものはないんだっていうことですね。でも僕は高校生になって15歳の時に対人教師になって、もう友達と話してて顔が引きつり始めた時に、 まあ、いろいろやりました。僕も本を読みあさって、呼吸法もやった、自律訓練法もやった、ヨガもやりました。はい、あとはこれ神経の病気だと思って、なんかアロエが全ての病気にいいっていう風に母親がよく言ってたんで、アロエの葉っぱの皮を取ってですね、その身の部分を顔に貼るというね、顔の神経がおかしいんだと思って、それをやってた時期もありますし、もうありとあらゆることをやっても全く変わらなかったので、僕はこれ永遠に続くと思ってましたね。はい。もうそれで絶望してました。 だけど、今思えば、えー、ブッダの言ってたことは本当でしたね。常なるものはないで、諸行無常ということですね。だけど、大事なことはね、どう変わろうとするのか。これが大事なんですね、心理学的に言うと。どう変わろうとするのか。で、僕は森田療法という手法を使いました。あとは、こういったことに効果がある方法は、認知行動療法の中にも、こういった処刑とか、赤面恐怖症に効果のある方法があります。 それでまず大事なことはね、どう変わろうとするのかってことなんですけど、手が震えない自分になろうっていうのはこれ目標としてもうめちゃくちゃ難しすぎる。ハードルが高すぎるということで、この目標を持つと挫折しがちなんですね。かつての僕で言うと、顔が引きつらない自分になる。赤面症の人で言うと、赤面しない自分になる。もちろんそれが一番いいですよね。だけど、それを目指すとどうなるか。手が震えない自分になろう。 思っちゃうとますまますすす手の震えに注意がいきますよね今回は前回よりもマシだっただろうか。でもそうやって注意を向ければ向けるほど余計緊張してきて、ますます震えてしまう。積面もそうですね。今回は前回よりも少しは積面の度合いが緩まないだろうか。で、注意すればするほど積面に注意がいって、ますます緊張して積面しちゃう。 こういうのを専門的には精神交互作用って言うんですけどね。なので、心ってのはそういう逆説的な性質があるんですね。緊張すまいって思えば思うほど緊張しますよね。これが心の逆説的な性質なんですね。まあよく僕が言いますけど、今から10分間、カレーライスのことだけは絶対に考えないでくださいって僕が言って、よし、これから10分間、カレーライスのことだけは絶対に考えまいって、もしあなたが思ったとしたら、これからの10分間はいつもよりカレーライスのことを考えてしまうはずなんですね。これが、 心の逆説的な性質です。抵抗すればするほど存在感が増しちゃうんですね。カレーライスのことだけはって思うほどカレーライスの映像が浮かんでしまうわけですよね。緊張だけはすまいって思えば思うほど緊張しちゃう。なので、どう変わろうとするのかが大事と言いました。大事なのは手が震えない自分になろうではなく、緊張して手が震えても記入をできる、署名をできる自分になろうっていうのが、この心理療法的には目指すと良い自分像なんですね。 ちょっと残念ですよね。手が震えるのが恥ずかしいわけですから。僕で言えば顔が引きつるのが恥ずかしいわけですから。顔は引きつるけれども友達と会話できる自分っていうのは。 目指すにしては残念すぎる。やっぱり顔が引きつらない自分になりたい。でもね、それはハードルが高すぎるんですね。顔は引きつるけど友達と会話できる自分を目指すんですね。でも実はこれ、これこそが素晴らしい生き方なんですね。人間として最も強い生き方と言えます。私は緊張して手が震えるタイプの人間なんです。だから、ほら、今もこうして手がめちゃくちゃ震えてます。でも私は震えながらでも正面します。記入しますって、これめちゃくちゃ強い生き方だと思いませんか 僕は顔は引きつります。そういう人間です。だから今、クラスメイトの君と喋っててもこんなに顔が引きつってます。だけど僕は君と話すことを強絶せず、今日もこうして君と話してます。もちろんそんなこと言いませんよ。言いませんけど、それが体現できとるとしたら人間としてはめちゃくちゃ強い生き方だと思いませんか、はい、それを目指すのがモ森タ療法なんですね。はいえー、モ森田いうでは2つの柱があります。1つはあるがままです。つまり心は変えることができない。 できないのであればもうほっとけということです。あるがままにしとけということですね。心、あるいは心に付随する現象です。顔が引きずるとか、赤面するとか、手が震える。まあこれは心に付随することですから変えることができない。だからもうあるがままにしとけってことですね。いやーそんなこと言われてもそんな、あるがままにできませんよ。それをなんとかしたいんですよ。っていうのも当然人の気持ちですから出てきます。 それもあるがままにしとけってことです。震えるのもあるがままにしとくといいし、震えを止めたくなる自分もあるがままにしとくといい。つまり自分の内面、あるいは内面から出る症状は全部もうお手上げだってことですね。あるがままにしときましょう。つまり、えー、そこに焦点を当てないということです。なんで、モリタ療法は僕は自分でやったんですけれども、実際にあのモリタ療法の専門家からセッションを受けるときに、受ける人なんかがね、例えば赤面恐怖の人がこのモリタ療法を受け始めて1年経ったときにね、先生、 1>, 1年前と比べたら、僕の赤面の度合い、なんか、ちょっと減ってきた気がするんですよ。なんてことを言ったとしてもですね、森田療法の治療科は、そこを焦点を当てないんですね。あ、あの、内面的なことや、その症状に関しては、あるがままって言いましたよね。ですので、減ってもいいし、増えてもいいし、そのままでもいいので、それはこのセッションではテーマにしない、しないんですよ、っていうふうにしてですね、何をテーマにするかというと、目的本位っていうんですけれども、 本来の目的をテーマにするんですね。なんで、モニタリ予報の柱は、あるがままと目的本位。 あるままっていうのは自分の内面はもうそのままにしておきましょうってことですね。これは僕がいつも言う言葉で言うと重要するということです。それが自分なんだなって受け入れる。つまりいい意味で諦めるということです。自分は顔が引きつる人間なんだ。それが自分なんだな。これも自分の一部なんだな。それに関してはちゃんと明らかに見極めて諦めるってことですね。これが重要なんですね。 そういう意味では、森田療法の言う、あるがままっていうのは、理想的にはこう、受容しようってことなんですけど、受容できない自分もあるがままにしようという。それが森田療法ですね。もう何でも内面的なことはあるがまま。そしてもう一つの柱の目的本位とはどういうことか。僕の例で言うと、顔が引きつるために僕は友達と接するのをずっと避けてたんです。休憩時間もずっとトイレに逃げ込んで、もう人と接しないようにしていましたし、 えー、峠校の時も友達を見つけると僕だけこう軌道を変えて出くわさないようにしてたんですね。で、そのことで結果的に僕は孤独だったわけですね。友達と会話をしない毎日なわけですから。で、僕の一番の目的は何かそれは 友達と会話をすることである。友達と友達付き合いをすることである。そういう意味で言うと、僕の目的から見て一番損しているのは、僕が友達付き合いを自ら避けていることだったわけですね。なので、僕がやったことは、気持ちや症状はあるがまま、つまり緊張もする、顔も引きつる、それはあるままにしておいて、ただ、友達を避けるというこの行動を、ちょっとずつハードルの低いものから、 練習していったんです。これ、ハードルの低いことからっていう、これ認知行動療法でやる場合もですね、自分の不安の度合いの低いものから練習していくので、非常に似たようなことをやっていくんですけど。 この認知行動療法で、この段階的にやっていく場合と、誰法でやっていく場合と非常に似てるんですけれども、例えば僕の場合、登下校の時に友達を発見しました。今までも僕だったらもう軌道を変えて出くわさないようにしていました。そしてそういう自分に自己嫌悪しながら、今日も自分は友達と接する機会を自分でこうやって奪っているんだって言いながら悪循環で落ち込んでたわけですけれども、まずできることとしてですね、いきなりその友達のいるところまで進んでいくのは僕にハードル高かったんで、 すぐに軌道を変えるのではなく、5メートルほど進んで軌道を変えるっていうのを最初のハードルにしたんですね。で、これならできたんですよ。もう友達のいるとこまで行って出くわして挨拶するというのはちょっとできなかったんですけど、5メートルだけ進んでやっぱり逃げるっていうね。でもこれもね、何度も何度もやってると、あの、ハードル下がってきてですね、もうちょっとなんかできそうな余裕が出てくるんですね。まあ、そうやってちょっとずつハードル上げてって、で、次第に僕は今度はもう相手と出くわすまでまっすぐ進むっていうのを、 目標にしたんです。その頃にはそのくらいならできるようになってたんですよ。 つまりちょっとずつハードルが高かったことが自分にとってはできることに変わっていくんですね。だけど出くわした瞬間、笑顔で挨拶して会話するなんてことはできないので、とにかく出くわしたらアイコンタクトで、こうやって挨拶したらもうそこから逃げていいみたいな風に自分で許可をして、とにかく相手と出くわすまではそこに進んでいくってところまで行ったんですね。はい。これ多分半年か、もうちょっとかかったかもしれませんね。だけどこれもやっぱり逃げるときには自己嫌悪が出てくるんですよね。結局俺は逃げてるじゃないか。何も変わってないじゃないか。とむしろ恥ずかしい思いをしている。あいつやっぱり変だって思われてる分、 マイナスじゃないかとかと心の中でも、そうこうしていくうちに、やっぱもうちょっとできることが増えていってですね、出くわした時に、アイコンタクトだけじゃなくて、おうとかですね、いやとかですね、一言言うってことを付け加えるようにしたんですね。でも、それ以上はできないので、おうって言ったらもうバーッと逃げていくというね。でも、こうやってちょっとずつハードル上げて、 で、今度、王って言った後に、一往復会話をする。そして、一往復会話できるようになったら、それを二往復にする。こういったことをやっていてですね、2年くらいかかりましたけども、僕は、この、顔が引きつるがゆえに友達を避ける。そしてそのことで、大損をするというね、友達のいない生活を送るということを、 森田療法19歳の時から始めて2年ぐらいで克服しました。で、その時に僕は顔が引きずらなくなることを目指してないんですね。目指したい気持ちは出ますよ。出ますけど、その気持ちもあるがままにして、僕が焦点を当てるのは 行動だけなんですね。行動において今は何を自分の課題にしてるかっていうのをやっていく。で、もしもそれがハードルが高かったらこれはちょっと課題のハードルが高かったんだっていうふうにして、また低めに設定し直せばいいんです。とにかく自分のできる課題を見つけてはそれを何度も何度も繰り返して慣れていく。慣れるとハードルをちょっと上げれますので、今度はそっちを課題にしてそれも繰り返して慣れていく。まあそういった形で僕は顔が引きずっても友達と会話するってことができるようになったんですけれども、 なんと気がついた時には顔も引きずらなくなっていました。はい。これが、だから本当にね、手が震えない自分になろうってすると手の震え気になってなかなか前に進まないんですけど、自分は手が震える人間なんだと。もうそういう自分と一生付き合っていこうと覚悟を決めて、だけど自分は手が震えるってことで損はしないぞと。手が震えるからといって、こう人前で記入する場面から逃げてね、そのことで損するようなことだけはもうしないぞって、そういう方向に自分を持っていくぞって決めて、 震える手で記入できる自分を目指していくとですね、最終的に気がついた時には震えなくなっているってことになったりするんですね。だから本当にこの心のややこしい性質なんですけど、それを目指すのではなく、それは結果的に後で。 気づいてみればそうなってるみたいなもんですね。いずれにせよ、森田療法だったりとか、あとは認知行動療法では、あの、段階的暴露療法というのがあるんですけどね。そういったもので、えー、こういうのは治ったりするってことをお伝えしておきたいと思います。こういうわけで、今回の話をあなたの人生に役立てるとしたら、どのように役立てることができそうですかこのチャンネルでは、人間関係の問題を解決したり、 自己肯定感を高めたり、人生を豊かにしたりするのに役立つ動画を今後も配信していきます。見続けると着実にあなたの自己実現力が高まると思います。ここでしか聞けない話をしていきますので、見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンも押していただけると励みになります。あと、ライブで取り上げてほしいご質問がありましたら、概要欄のリンクからお気軽にご質問ください。そして、ライブの方もお楽しみに。ではまた